全然台本見てないじゃないですか。台本これ。あ、なるほど。うん、結構今回割るの。割ります。あ、オッケー。超打ちやすい。あ、こういうこれを自分なりにかっこよく作って。超打ちやすい。あ、こうしましょう。超打ちやすい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 。よし。超ジャスト。で一点取ります。はい。よーい。はい。よーい。いきます。よーい。アクション。本物だ、すげえ。あ、オッケー。もういいね。さすがですね。もう言われたことはもう完璧に。自分はあの特急解決未来君の怪人821面相が一番大好きです。ああ、毎回変装するじゃんね。ええ、あれ変装してる時って俺じゃないんだよね。ほんなら庄島さん意識するからちょっとサイズはだからさっきより広い感じでも好きになります。超超長い。こっちに行かない。超なんかこう思い出して。超超で反応がないから。すぐ超ジャス。ワン。アクション。あのさ、あのさ、あれない。カメラ。最後一個一個。この辺のヒーローって言いながら。はい、もう一回テストいきます。はい、ないよ。もうお金も悪いですからね。私、あの、寄れたら寄っていいですよ。うん、寄ったら寄ったら。なんか、芝居に合わせたら。こいつがちょっと喋りたくていいですよね。ちゃった多分、自分が戦った相手も何人かいますよ、ね。あ、なるほど。チョイス。ジャズ。もう、やりたいじゃないですか。これスライドしてフリーしたらインセプト。はい、回していきます一遍。お疲れ。店長、死神教授、ブラック副将軍、すごいっすよ。何？どうしたの？鬼原さん、鬼原さんがお店に来たんですよ。鬼原てっぺ？ありがとう。オッケーでしょ。一遍でチェック。あ、チェックするから。チェックチェック。どうしたの？鬼原さんがお店に来たんですよ。鬼原てっぺ？さっきまでね、この800何個か。800なんとか。鬼原さんが来たんですよ、お店に。鬼原てっぺいさん、さっきまで帰る。僕が待ちきれずに入ってしまった、ごめんなさい。移りたがりだからさ、ね、まあ取っちゃうんだね。当たりますよ。ジャストマンないかって。ジャストマンってまた随分レアなとこ行った。ああ、ありがとう。バレたくないんじゃないですかね、あんまり。これ僕入り込み。ちゃいます。別撮り。別撮りです。はい、多分ね、確かね、こういうの。あー、よーい、アクション。確かに。じゃあ、ここ、ここに入れたはずだよ、ここに。うん、泣いて。ブツ。うわ。受けて、こう。アクション。あ、もらった。はい。ジャスト、超ジャスト。忘れちゃって、もう、こちらです。はい。アクション。
はい、OK、もう一回いきます、はい、笑っちゃったよ、やられた。もう一回やっていい？今のと最近のとちょうど中間ぐらいを目線のね、目線がめっちゃ早いんですよ、このさ。アクション。お疲れ様です。超ジャスト。お疲れ様でした。お疲れ様。はい。お疲れ様。はい。お疲れ様。そこら辺で飲んでるから時間ちょうだい。お疲れ様です。お疲れ様でした。打ち上げ。早いな打ち上げ。わかりました、わかりました。行ってこい。行ってらっしゃい。ソリジマックスです、ちょっと短編映画を今撮影してまして、ちょうど今撮影が終わったところです。今日はここトイズ製屋さんをお借りして撮影していました。大阪日本橋にあるおもちゃ屋さんです。ホビーショップです。いろんなフィギュアがあります。すごい壁ね、壁はすごいですよ。壁はマニアックですよ。土翔くんが今日手伝ってくれました。土翔くん、ありがとう。で今日カメラやってくれたザキさんです。ザキさんです、はい。私の先輩です。ママダさんです。ピクサーです。そして店長の藤野さんです。はい。さっき紅葉さんと写真を撮ってました。今度男組になるそうです。じゃあ終わります。今日はありがとうございました。じゃあ帰るぜ。そして佐藤ちゃんがなぜかいます。なんで。はい。じゃあねー。